はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、中華アンプのご紹介になります。これね、2年半前ぐらい、14年のね4月に、1500円でアマゾンで買いました。中華製のアンプで、中国から直接送ってきてね、結構時間かかったな。でもね、もうその時にね、またアマゾンでレビューとかね全然なかったんでね、どんなんかなと思いながら、まあ買ったんですけど、これがねまた結構当たりのアンプでしてね、結構いい音出るんですよね。これね、ちょっとメーカー名読めません一応デジタルアンプになってます。でね、ちょっと改造してるんで、ちょっと改造箇所とか、あと説明とかしたいと思います。バラせるようにもうビス関係は取っ払ってますね。はい、中身はこんな感じです。ばっかり言うとあれやね。これが一応メインのね、これですね。これがアンプになりますね。心臓部、まあよく言う中華アンプで有名どころ2020とかね、最近2024になったんかな、そういう関係の最終のオペアンプですね。これね、これ最重要箇所が、これがね TDA の7297SA がついてますね。これがね、で、これ1次側のオペアンプ、これ例によってまたソケット化して変えれるようにしてるんですけど、元がね、JRC の 4558D、 まあこれ定番ですよね。どんなアンプ買ってもだいたい4558あたりが、4558が定番あたりでついてますよね。それをね、今がね、これソケット化して、じゃじゃん、これわかるかな、読めるかな、LN4562NA いうアンプに今書いてます。これいろいろやってね、このアンプに合う言ったらね、このね、NJM5532DD、 これがね結構合いますね。これもともとこのアンプの特性としてね、中域がね綺麗なんですよね。なんか思ったよりね音いいんですよ。でね、なおかつね、それにメリハルつけたくって、ちょっと何言うかな、伸び関係、中音の もうちょっと強強くしてやって、高音の伸びが欲しい時に NJM の 5532DD あたりをつけてやるとね、結構これまた音良くなります。でね、その次にいいのがやっぱり4221ね、これね、 2114、これもね結構私これ好きなんよね、結構このオペアンプね。これがねやっぱり5532プラスアルファ、中音域高音域がね綺麗に出るんですよね。でそれでもいいんですけど、なんか最終的にいろいろねオペアンプを挿したりね抜いたりいろいろして、最終的に落ち着いたのが今 LN の 4562NA ですね。いうことになりますね。まあオペアンプは以上にして、あとこの辺ですね、やっぱりね、これコンデンサーあたり、これパナソニック、これ結構ね、パナソニック関係でね、これ攻めてますね。で、もう2年前ぐらいにやったんでね、忘れたな。
これもね、多分この色はパナの色やろうと思うんですけどね。あとこれはどこだ、エレナか、どっか、どこやろうね。忘れたな、なんか。こいしょ、見えんな。ちょっとごめんなさいね、もう相当前なんで、結構忘れちゃいましたよ。あとはもうこれあたりはあれですね、元の、この黒っぽいやつは元々のコンデンサー。これは、エレナかな、日コンやな、日コンのね、これ電源関係のコンデンサーですね。これ日コンに書いてます。あと、これ辺のが、やっぱりあれやね、パナと、日コン、これも電源関係あたり、これフィルムコンデンサーに書いてますね。あとね、これね、最初はね、これスイッチ入れた途端にね、これランダムにね、この LED のランプがね、チカチカ光ってね、眩しくてね、何のためについてるのか、なんかレベルメーターじゃなくてね、ただ単に装飾系の ランダムに光るだけの LED だったんで、ちょっと邪魔くさいんでね、この端子、これを抜いてます。このソケットがね、どこについとるかというとね、ここどこ抜いたかな、この辺りについとったんやけど、あ、ここです。ここにね、ここにソケットがついてるんで、これを引っこ抜いてやると、この上のね、LED の基板にこれ走ってる線をたどってやって、ただ単に抜いてやったら LED 関係は消えますよ、いうだけの話なんですけどね。これを抜いてやると、この鬱陶しい LED が消えます。あと、ちょ、うん、特徴としてはね、SDMMC カードがね、直に刺さりますね。これでね、音をね、鳴らしたらね、まあそこそこの、まあいい音、USB も出ますけどね。私は使わないんで、で、これ、刺しては効きません。あとね、これね、リモコンがついてるんですね。この SD カードとか USB 挿した時にね、これで曲選びとかね、ボリュームをの上げ下げができます。あと特徴としては、このバスとかね、トラベルとか、この辺がね、よく効きますね。調整がね、グワーンと本当にね、もう高音ももういらないぐらいまで伸びるようになりますしね、低音も結構効きますね。で、スイッチはこれ、スイッチ付き、ボリュームに電源のオンオフのスイッチ付きのボリュームがついてますね。だから本体自体には電源オンオフのスイッチはありません。あと、これが、モードとか、これ早送りとか巻き戻しとか、一曲飛びとかね、まあこの辺本体で操作できるようになってますね。SD カードとか USB とか MMC のね。あとのね、特徴としてはね、結構ね、普通はね、この辺ね、中華にしてはね、最初からフィルムコンデンサーなんか使って、トーンとかトラベルとかね、この辺のこう調整の時にね、使うところが結構フィルムコンデンサーなんか使って、まあそこそこなんかお金をかけてるかなと思う割にはね、私購入当時1500円で購入したんですけど、2年半前でね、今さっきアマゾンで見たら1778円やったかな、ちょっと若干200円か300円ぐらい値上がりしてましたけどね。これね、結構本当、まあまあおすすめのアンプですよ。特にね、中音あたりのね、音がなんか素晴らしいな。また2020とかね、そういうのとはね、また違う独特の音が出ますね。だから、まあどっちか言うと、2020系よりもこっちのアンプの方が聞き疲れしない。長い間聞いてもね、
いう感じで、まあまあそこそこノーマルで、ノーマルの状態でもそこそこいけると思うんで、まあ本当おすすめです。以上になります。